6日、浜松市で軽トラックに跳ねられ意識不明の重体となっていた2歳の女の子が12日未明、死亡しました。死亡したのは浜松市中区の2歳です。警察の調べによりますと、女児は6日午後5時半ごろ、母親と一緒に自宅近くの横断歩道を青信号で渡っている時に、右折しようとした軽トラックに跳ねられたということです。警察は軽トラックを運転していた54歳の自称、会社員の男を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しています。女児は事故で頭などを強く打ち、意識不明の重体となっていましたが、12日午前4時過ぎ、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は容疑者が前をよく見ていなかったことが事故の原因と見て詳しく調べています。ネットの反応、幼児のご冥福をお祈りいたします。歩行者が青信号で横断歩道を横断中に、右左折の車に突っ込まれると、歩行者に逃げ場はありません。不車分離式信号機で、物理的に歩行者が横断中に車両が通行できなくすることはできますが、万年渋滞等の弊害が発生するのも事実です。ドライバーの前をよく見ていなかったという言い訳、前をよく見ないまま歩行者のいる道路で凶器を動かしているわけです。実はこのような前方不注意などの安全運転義務違反にあたる運転で発生している事故は事故全体の8割にも及びます。ドライバー一人一人が気をつけて運転していれば大半の事故は防げます。運転中は気を抜かず、運転に集中していなければ、一瞬の脇見で命を絶つ。自らも一生を失うことになります。今回の事故は、右折時に発生したということですが、右折をするときは、道路交通法で徐行義務が定められています。しかし、右折時は、速度が出やすいため、徐行をしっかり行っていない運転者は意外と多いのです。また、車両が軽トラックということでしたが、車高が高くなると、運転者の目線は上がります。人間の視野は、横180、200度、縦70、80度と言われ、右下や左下が見えにくいのです。車高が高くなることと、今回の被害者の方が幼児ということで、さらに見えない状況であったと推測されます。このような事態に備えて、最低限法律で定められている徐行をすることは当然ですが、見落としが発生しやすいので、横断歩道の前で止まって確認することをお勧めします。今回、亡くなられた被害者の方のご冥福をお祈りいたします。